嬉しかったですね。まあもちろんね、嬉しかったですけど。はい。はい、さ、妻の実家の方で里帰りで、あ、だったんで。里帰り。はい。なんとか僕も一応立ち会うことができて。立ち会いできた。はい。おお。まあ、すごい嬉しかった。まあ、感動しましたね。はい。ですよね。めちゃくちゃ時間かかったんで。あ、そうだったんですか。どれぐらいかかったんですか。母子手帳には50何時間って書いてます。それすごいですね。それは初めてです。西谷さんの双子の兄ちゃん、はい、お姉ちゃんの時っていうのは、はい、一旦どれぐらいだったんですか。2人同時に出て、いや、帝王切開なんで。あ、そうか、そうか、はい、まあ1時間ぐらいは生まれてきましたね。なるほど。じゃあちょっとまたひとたび、篠田選手の方なんですけれども、まあ、お母さんがどんだけすごいかっていうのはその時まざまざと知ったというところでしょうかね。そうですね、はい、尊敬しますね。はい、もう何もできないですよね、本当に。ああいう時って男は。三谷選手も立ち会いっていうのはありましたか。はい、一人目の長男の時は立ち会いました。はい、立ち会えた。この時はもう近くでやっぱこう手を握ってみたいな。そうですね、はい、一般的にというか。何もできずに。もう世のお父さんはみんなそう言いますよね。はい、まあ初めてだったので、まあ、めっちゃドキドキ、なんかそわそわしましたけど。そうですよね。そっかそっか。西谷選手の場合だと、ご自身が30歳の時ですよね。篠田さんの場合だと27歳でのパパか。自分が父親になった実感とかっていつ頃、それぞれちょっとお伺いしたいんですけれども、あ、これが父親かみたいに感じたことって篠田選手ありますか。いや、どうなんですかね。今もなんか正直よく分かってないですね。だってだって、いや、もう2人もいるのに分かってないって。実感どうなんですか。でも生まれた時はでもやっぱそんな実感ないですね。何にもしてないんで。そうですよね。まあとりあえず無事に生まれてよかったなっていうのと、うん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 、めっちゃ長かったんで、うん、嫁の方が大丈夫かなっていう。あ、実感はどうなんだろうな。で、しかも僕もすぐ次の日に戻んないといけなかったんで。あ、そうだったのか。戻ってまた多分1ヶ月後ぐらいにだったのかな、多分。ああ、はい、なるほど。うん、まあ、で結局里帰りしたんで一緒に暮らし始めてからですかね、でも。なるほどね。どうだろう、半ぐらい、1ヶ月半後ぐらいから多分、親の方に戻ってきてって感じだったんで、あ、それからですかね。はい。とか、最初に生まれた時にはね、立ち会えて、まあ、ちょっと抱っこはできたぐらいだったんですか。そうですね。はい。でも、その時ってどんなお気持ちでしたか、初めて抱っこした時。覚えてます。は、覚えてると思いますけど。怖かったですね、ちょっとなんか抱っこするのが。